しばしの間訪れた平穏を平高時は楽しんでいました。有名な田楽法師たちを鎌倉に呼び、田楽を鑑賞する日々を送っていたんです。ある日、酔った勢いで平高時は自ら踊り始めます。しかし、ある侍女が様子を覗いてみると、平高時はもののけとともに狂ったように踊っており、その歌は天王寺あたりから反乱が起こるという不吉な歌だったんです。はい、どうも皆さん、こんにちは。今回は森吉親王と楠木正成の再起についてお話ししていきます。比叡山から南に逃げた森吉親王は般若寺を経由して紀伊半島西岸を通り吉野へと入っていきます。ここで森吉親王は全国各地の武士たちに領事を送り、幕府打倒を呼びかけていました。また身を隠していた楠木正成も現在の大阪府南東部に姿を現し、勢力をつけていくんです。それではまず楠木正成の方から詳しく見ていきましょう。楠木正成が焼身自殺をしたふりをした約1年後、赤坂城には湯浅宗富士という武士が住んでいました。幕府から地頭に任命され赤坂城で暮らしていたんです。しかし、そこに突如現れたのが死んだと思っていた楠木正成。こうして反幕府の戦いが再度始まります。もちろん湯浅宗富士は戦いの準備なんてしているわけがなく、夜のうちに赤坂城へと兵糧を運び込もうとしました。しかし楠木正成はこの動きをいち早く察知し、城へと入る前に兵糧を奪い取るんです。この奪い取った俵に武器を隠し、味方の兵を使って赤坂城へと運ばせます。さらに正成はこの兵たちと戦いを演じさせ、あたかも兵糧を奪おうとしているように見せかけるんです。これを見つけた湯浅宗富士、我らの兵糧が奪われると勘違いし、兵を出して楠木軍を追い払います。まんまと楠木正成の策略にはまった湯浅宗富士は、兵糧を持ってきた味方の兵だと信じ込んで、楠木軍を城の中へと入れてしまい、中に入った楠木軍は俵から武器を取り出して武装。城の内側と外側に敵がいると気づいた湯浅宗富士は一度も戦うことなく降伏しました。こうして赤坂城を取り返した楠木正成、湯浅宗富士も味方になり、軍勢はさらに膨れ上がります。楠木正成は住吉大社四天王寺と兵を進め、川の南側に陣を張ります。楠木正成が北上してきていると聞いた六原勢も天ヶ崎、神崎、柱本に陣を張り、川を挟んで南北に両軍が睨み合う形となりました。これを聞いた楠木正成は主力の軍勢を住吉大社と四天王寺に隠します。残ったのはたったの300騎ほど。次の日の朝、六原軍は楠木勢の兵を見て、たったの300騎くらいかと甘く見ます。手柄を立てようと我先に川を渡り、楠木勢を撃とうと追いかけるんですが、これも楠木正成の作戦です。四天王寺あたりまで兵をおびき寄せて、馬を疲れさせた上で左右から一気に挟み撃ち、大軍を隠していたのかと勘違いした六原勢は我先にと北へと逃げていきます。そんな大量の軍勢が一気に橋を渡れるわけもなく、川を渡ろうとして溺れ死ぬ者やそのまんま討ち死にしてしまう者など大勢いました。なんとか川を渡った六原勢もやっとのことで京都へと逃げ帰るんです。楠木正成の勢いが止まらない、そう聞いた北条高時は鎌倉から宇都宮金綱を京都へと送ります。この宇都宮金綱、当時名の通った武将だったらしく、楠木正成もその名前を聞いたことがありました。今回の戦いはこれまでとは違う、そう感じ取っていた楠木正成は、天下のことはこの一戦にかかっているわけではないと判断して、せっかく陣を張った四天王寺を捨て、あっさりと撤退します。次の日、宇都宮金綱が四天王寺へと攻め込んできた時には、そこはもぬけの殻、また騙し討ちをする気だろうと警戒しますが、いくら待っても楠木勢は現れません。戦わずして勝ったんだと判断した宇都宮金綱は、京都へと早馬を出し四天王寺を奪い返したと報告します。これを聞いた六原勢は喜ぶんですが、楠木正成はまたも計画を立てていました。夜になるたびに何万という数のかがり火を焚くんです。これを見た宇都宮金綱の軍勢は、何万という敵が攻めてくるというプレッシャーから毎晩徹夜で警戒するんですが、だんだん気力を失っていき、しまいには一度四天王寺を取り返すという功績を挙げたからもう帰ってもいいだろうと考えて京都へと帰ってしまいます。
宇都宮金綱は戦わずして勝ったと思っていたんですが、最後に戦わずして勝ったのは楠木正成だったんです。こうして四天王寺を取り返した楠木正成は、いつか攻めてくる幕府の大軍に対応するためたくさんの山城を作っていくんです。さて、吉野山を本拠地としていた森吉親王は、全国各地の武士たちに領事を送り、幕府打倒を呼びかけていました。この領事によって各地で反幕府の武士が立ち上がり始めます。代表的なのが播磨国で挙兵した赤松則村という武将です。赤松氏ですね。これから何度か出てくることがあると思いますので、頭の片隅に留めておいてください。こうして日を追うごとに反幕府の勢いは増していきます。危機感を持った六原丹大は、鎌倉へと早馬を出し援軍を出してくれと訴えます。こうしてまたも鎌倉から大軍が差し向けられるんです。京都に到着した幕府軍は、軍勢を3つに分けて鎮圧に当たります。向かった場所は吉野、千早城、上赤坂城です。まず最初に落とされたのは上赤坂城でした。上赤坂城は山の中にある城です。高い位置だと手に入れにくいものがあります。水です。水は低いところへと流れていくんで、高いところに城を作ったら水を確保するのが大変でした。この上赤坂城は水の補給経路を断たれたことにより降伏、降伏すれば命だけは助けてもらえると思ったんでしょうが、幕府側の兵は彼らを打ち首にして六条河原で晒し首にしました。これを聞いた吉野、千早城の軍勢はこれ以降降伏することはなくなったんです。次に戦いの舞台になったのが吉野です。森吉親王の軍勢はここら辺の地理に詳しい人たちで、幕府軍の軍勢は親が死のうと子が死のうと、その屍を越えてくる坂東武者です。血が流れて雑草を染め、屍が道を塞ぐ戦いが7日間も続きます。しかし幕府軍として戦っていた人の中にも、ここら辺の地理に詳しい人がいて、この城は正面から攻めてもダメだ、険しい谷のあたりは谷を頼りにして防御が薄いだろうと進言します。こうして夜のうちに山奥へと回り込み、夜が明けて戦いが再開したら、裏に回った部隊が山奥だって火をつけます。これによって多くの兵が討ち死に。森吉親王はもはやこれまでと判断し、蔵王堂の前にある庭に兵を並ばして最後の宴を行います。ここで一生を終えるつもりだったんです。しかし森吉親王に仕えていた村上義輝が反論、自分が身代わりになって自殺すると宣言し、森吉親王の鎧を脱がせてそれを着ます。森吉親王が見えなくなるまで見送った後、後醍醐天皇の第二王子、森吉親王とは私のことだ、自害する時の手本にせよと大声で叫び、左から右へと腹を切った上で腹股をつかみ、それを矢倉に叩きつけた上で刀を口にくわえてうつ伏せに倒れるんです。村上義輝が身代わりとなったことにより一命を取り留めた森吉親王は、その後高野山へと落ち延びます。上赤坂城と吉野を落とした幕府軍、残るは楠木正成がいる千早城だけです。ということで、次の動画では千早城の戦いについてお話しします。それではまた次の動画で。最後まで見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは日本史に出てくる場所を実際に歩いて学んだ情報を、撮ってきた映像や写真を使って紹介しています。興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。